なんとなーくやっていきたいと思うんですけどね。この箱別も、もう、あれなんですよ。もう、力技というか、あんまり得意じゃないんですよ。面白いけど。面白いかな？面白いか。で、これでやったらなんかうまくいかんかったんで、ちょっと他のでやってみようかな。他の方が報酬が高いってことはさ、あれなんかな。あ、こっちの方が使いやすそう。報酬が高い方が難しい武器、その場に合わない武器と僕は思ってるんですけど、そうでもないんかもしれないですけど、あのおすすめのやつで一番報酬が、あ、でも全部ワカメ屋で強いんや。ワカメちゃんって言うんやろあれ。でもね、報酬が一番安いおすすめのやつがブルルって貯めるやつやで、すげえ大変なの。こっちの方がいいんじゃないかなと思います。ここにいっぱい塗っておけばね、あそこから復活しますんで。もう中開けときましょうか。これ開けとくとどうなるやろ。なんかいいことあるのかな。あ、帰ってくるときになんかいいことあるのかな。今気づいてんやけど、何にも倒してない。あ、違う、傘や。傘にかば、ごまかされる。ガマかせんで、ごまかされる。何にも倒してない、俺は。傘にごまかせる。うわー、強い。たまたま倒せた。事故みたいな感じ。乗ってきちゃうこいつ。あかん、乗ってきてるもんね。しかもあそこ水になってるんてな。あ、落ちちゃった。これ落ちちゃったらきついんやって。確か。あの、落ちんかったらそこのワープゾーンあるんやけど、どうやって乗るんかわからんかったですか。しかも水やし途中。これがあるから。おお、何乗ってきてるあいつ。乗ってんだよ、俺のやつに。俺の櫓やで。最初になってんてるし。でもあの線引いてあることが何かの意味、あ、線引いてねえし。どうなってるこれ。すべて。すべてどうなってる。しかも戻れず。違ってる。まだ乗ってるんかこの人。邪魔やな。いや、邪魔。うわー、飛んじゃった。うわー。何してんの。怖い。水。でもね、時間はあるんです。なんでかっていうと、こう近いんですよね。実はさっきゴールの近くまで無理やり行ったことがありまして、そこだけに関しては自信があるんですよ。ただ下手なだけ。すごく この棒を使って隠れてった方がいいか。こうやって、なるほど、こういう風に。俺やな、そりゃ。だってすごい水かけられてるもん。やばい。なるべく早く戻ろう。この全然下手でもいけるって言うんだから、近いんでね、意外と。誰や？なんか乗ってきた今。やめなさいよ。まあそこなんでゴール。ね、なんか来たな、あれ。何してんな、あいつ。すごいことしてるな。こっそり。え、何してんの。すごいかけてきてる。オッケーオッケーオッケー、いける。ああ、近い。乗るな。乗ってる。なんかつけてる。汚い。なんか怖い。蜘蛛の巣みたいな。おーし、どういう件だよ。まだいるんけ。やめなさいよ、そんなにやるの。あと1分あればいけるかな。クソ動画になってみてるけど、まあいいや。クリアさえすればいい。もう
どんな手を使っても、オッケーオッケーオッケー、どんな手を使ってもいい、オッケー。